カノさんどこ行きたいんだったっけ？ お山行ってさ、アリエル行きたい。そのさ、お山の上のさ、アリエルがわかんないんだ。どこだろう？あれさ、どこだと思う？東京ネズミ王国。え、あれお山じゃないし。じゃあお山行った後に東京ネズミ王国。絶対潜在やって。それアリエルやって。アリエルやって。おはようございます。はい、本日は久しぶりに5人で外出となってます。はい、はい、本日はこの間ね、ボーリングやった時にパパのスコアより2人のスコアが上だったら好きなところ連れてくって言ってたので、今日はその1箇所目、まずは今日はあやさんの行きたいとこ行きます。はい、レッツゴー。ちなみに今回は下道で移動しております。久しぶりやね。この前は下道で行ったじゃん。あ、途中まで。あ、途中までね。これなんだと思う？丸色のやつ。なんでこれ作ったの？これ牛さんが誰かの餌になるんだよね。あれないの？焼却しようみたいな。え、牛さんの餌になるものだと思ってた。最近さ、あやさんのさ、あの勉強でさ、びっくりしたことがあってさ、越前ガニって普通のカニじゃん。足10本ないよね。タラバはさ、足8本ない。カニってカニじゃないらしいよ。ヤドカリらしいよ、仲間的には。だから足が8本しかないらしいよ。あとさ、ナメクジって何呼吸か知ってる？エラ呼吸。最初さ、皮膚呼吸かなと思ったやって。ナメクジとカタツムリは、はい、こんな感じでさ、なんか生物のことをいろいろ言われるからさ、昆虫の見分け方。ダンゴムシは昆虫ではないんだよ。足が多いもん。タラクブシだったっけ。節足動物の昆虫っていうのは頭と胸と腹部やったっけ。さあ3つに分かれとるの。頭部、腹部、胸部。ちなみにさ、タコのさ、頭はさ、あのボコって膨れとるところじゃないんだよ。足と胴体の中間部分なんだよね。口はちなみに裏側みたいな。なんかあったよね、お尻から水飲むやつ。っていうのね、そういう勉強ずっとやってるんだよ。で、夜中に来てさ、ママダンゴムシってって言って、ほんとダンゴムシが出てくる頻度がめっちゃ高いんだって。で、ダンゴムシのメスとオスの分かれ方知ってる？見分け方。背中に模様がある方がメスだったっけらしいよ。ちょっとダンゴムシ博士になりつつあるんだけど大丈夫かな。あやさ、模様ないのしか見たことないの。模様あるのいるよ。つまり私オスしか見たことない。保育園でめっちゃいるんだって。先生、これオスメスどっち？あ、メスよとか言って。ちょっとしたヒーローや。今の時期はセミをね、ハンターしとるで、みんな。いややな。先生、あそこにセミいるから取って。ごめん、先生届かないとか言って。やっぱセミも知ってんだって。下の方にいると捕まえられるって。はい、そんなことで昆虫に詳しくなっています。あやさん、勉強は順調ですか？なんか質問されるのがさ、大体がさ、数学か理科かさ、英語なんだよね。で、英語はママに聞くなって言ってるけど。国語は漢字覚えて、国語のノートも暗記する。社会はあんまり聞かれへんね。さあ、楽しみですね、テストが。はい、目的着きました。ここの町の名前は何ですか？名古屋市。はい、名古屋市です。ということで、現地まで歩いていきます。うん。かんちゃんはパパに行くの？ママと行くの？ママと行く。当たり前や。はい。あれも奈々ちゃんに行かへんの？せっかくで写真だけ撮ってくるわ。多分今水着やで。マジで喜んじゃうの、うん、パパが誰が。あー、そうって感じの人形やね。はい、行きましょう。ちょっと待って、なんか聞こえない？なになになに。あー、ちょっと、あかん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 。あ、点滅してる、どっちしろ。なになに、誰が音取るの？誰が音取るの？音取るんで、誰が急いどったら信号無視ってことだ。
ダメよ、だけど置いといて。これ何やねん、バッチかなんかだって。プロセカのお買い物をした人にカードがもらえたんだよね、はい、それだけどうしても今見たいってことだったんで、はい、どうぞ。1人目じゃん、はい、M ちゃんでございます。はい、M ちゃん、しずくです。みずきちゃん、はい、という3枚でした。はい、もうちょっと買えばもう1枚もらえたんだけどね。え、嬉しいです。うん、でも嬉しい。はい、よかったです。はい、じゃあお家帰ります。はい、満足です。ママ、まだか、まだ行く。名古屋駅で一人だけで買ってきた。駅はね、うん、ちょっと諸事情と残念ながら4つしかないです。あ、誰もいながらそうで、パパに手伝ってもらう。ママも1つ食べる。やった、1個だって。あ、2個しか行ったの。うん、やったね。ママ見て、お洋服ベチベチな。ああ、ついてきた。私も食べた。帰ってきました。お帰りなさい。あやさんとしては岐阜と名古屋どっちの方が見応えありましたか？名古屋。やっぱ名古屋の方が良かったの？うん。その中であやさん買ってきたものぜひ教えてください。こちら、はい、イルマくんの28巻です。結構重ねてきました。はい、あやさんはこの帯付きで買うのをすごい毎回楽しみにしてて、でアニメイトで買うと特典がついてるんだよね。アニメイトの書き下ろし、はい、書き下ろしがついてくるってことで興奮して買ってました。で本は一冊だけでね、今回はね。はい、もう読みました。あ、もう読んだんで、車の中で読んでましたね。あとは何？じゃん、クリアファイルです。ギフ展の時は別のねねちゃんのファイルを買ってたんだけど、今回は別バージョン、ルイくんやら、なんとかくんって言って、カモさんがね、つかさくん、カモさんがね、お店行くすね、これルイくんでしょ、これつかさくんでしょ、ルイくんでしょ、つかさくんでしょって、マジか、私、教えてないもん。おかしいな、プロセカ教育が裏で行われてるって。教えてないです。焦りました。はい、じゃあ次はこちら、缶バッチです。中身見えないのが嫌だね。はい、缶バッチで、最後にじゃん、うわ、きた、他社コレのオタク買いじゃなくて、あの大人買い。箱買いでしょ。箱買いですね。パシャクルの方はニマニマして開けてもらいたいと思うので、今回はいいです。で、あの缶バッチの方だけ開封お願いします。はい、せーの。な。うるさいです。はい、興奮してた理由は推しが当たったそうです。悩んでなかった、それ。悩んだ、これ違う、これ違うって、うん、安全、安全。よし、これはもう、あ、もう誰が来ても。せーの。あやさんの推し2人、ルイくん。全員、全員推しなの。よかったね。うわ、やばいよ、うん、使い切ってまった。え、でもやばくない？当ててもらったんやけど。これあれ、あのとんでもアンダーズの時のねるちゃんね。満足にいくお買い物ができましたか？できました。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。本日ですね、そうです、そうです先ほどですよね、30分ぐらい前ですね。そう、12時前ぐらいになって30分ぐらい前ですね。はい、はい、ちょっとお菓子、お菓子、お菓子な。前もやったんや、これで 2,3 回目だよ、もうここで何回もやっとる。パパ1回やっとる。左方向です、続いて右方向です。